名古屋市立明治小学校は愛知県名古屋市南区明治2丁目にある公立小学校。1947年名古屋市立明治小学校設置。2015年に創立80周年を迎える。学級数は13学級。2020年度時点で児童数は289名。1967年頃に南方貨物線の建設への協力のため。 2800万円で、高地の一部を日本国有鉄道に売却したが、道路線は未成線に終わり、道地に立っていた高架橋も利用されることなく解体された。これを受け、名古屋市会議員、横井敏明や名古屋新幹線郊外訴訟弁護団が、土地を管理する鉄道建設、運輸施設整備支援機構に対し、土地の返還を要請し、 名古屋市教育委員会が土地を優勝で取得。同校の運動場として整備され、2010年1月に利用が開始された作詞は、教職員、作曲は伊藤渡之。部活は、サッカー部、バスケットボール部、金管楽器部、野球部がある。クラブは、軽スポーツクラブ、料理クラブ、手芸クラブなどがある。愛知県小中学校市によると、児童数の変遷は、 以下の通りである。ありがとうございます。